開幕で勝ち点ゼロではなかったというのは非常に大きな結果でしたよね。93分に、追いついて勝ち点1を取りました。左エンドアウェー、ホームジュビロ磐田、右エンドアウェーの清水エスパルス、ホーム磐田ボールのキックオフで試合が始まりました。真ん中でちょっとためを作りましたが、杉本のパスがちょっと流れました。入れ替わった、鈴木唯人がゴールに向かった。チャンス、清水引きつけて打ってきた。2000連発、鈴木唯人。最後のシュートの時にスピードダウンするんですよね、はい、それで落ち着いたシュートができましたね。もうしっかりキーパーも見てボールも見て、その出し手と受け手の両方の意思が大事ですからね、まあ、あれ一つで本当にチャンスになりますから、はい、鈴木優斗が出てきて打った。23分、磐田追いつきました。1対1。このワンタッチのシュートはこれ本当に難しいシュートですけども、はい、よく合わせました。そこから差し込んだんですが、それを奪ってさあ速攻の目を作る鈴木唯人が丁寧に神谷を使った。中山を押し出す、片山が走る、片井、中山打った。途中出場の中山、この奪ってからのこの流れるような展開と、はい、まあ、このランニングがあったんでね、はい、中の切り返しに対して磐田が誰も行けませんでしたけども、これランニングで引っ張ってんですよね。なのでここのスペースが空きました。いや、このシュートは素晴らしいですけども、はい、選手は倒れてますので、小屋主審が今試合を止めました。あ、ん？レッドカードが出ました。滝に対するレッド滝に、まあ、これでジャーメインとファビアン・ゴンザレスが動き出す。ファビアン・ゴンザレス、おーっと、ファビアン・ゴンザレスに赤いカードが出ました。足りなくなります。どうですか、ちょっと左手振ったですか、立つたですか、ちょっと倒れてます。すぐ立つ。これで試合終了の笛が鳴りました。